それではパターの基本第2回と称しまして、今回はパターのヘッド形状に対しての適正なストローク、これを考えてみたいと思います。パターは様々な形状のタイプがありますが、その形状によってストロークの仕方が違うというのはご存知ですか？例えばここに2つのパターがあります。よく見ていただくとネックの形状が違いますよね。このネックの形状がストロークのタイプを分ける重要なポイントです。さて、それではまずこちらのベントネックタイプの形状から見てみましょう。ベントネックタイプのストロークのポイントは、このネック形状によってパターの重心が比較的低い位置にある、これがポイントです。つまりストロークをする際にもフェースのやや下めでボールにコンタクトすることでしっかりとした転がしを出すことができます。つまり打ち方はこうです。ボールのポジションは体のセンターよりやや左目にセットします。そしてパッティングストロークのイメージとして、ヘッドがややアッパーブローの軌道でボールに当たるようにストロークをしていきます。さあ、続いてはクランクネックです。クランクネックタイプはパターのヘッドパーツがここまでありますので、おのずと重心はやや高い位置になります。つまりボールに対してもフェースの中央もしくはやや上目でコンタクトをすることでボールに正しい順回転をかけることができるようになります。つまりボールに対してコンタクトしていく際にはややダウンブローの軌道、このように打っていくことがポイントになります。アドレスはボールがスタンスのしっかりセンターに来るようにセットアップをし、そしてしっかりとダウンブローで捉えることをイメージしてショットをしていきます。さあ、いかがだったでしょうか。パター形状とストロークの基本、あなたのパターはどちらのネック形状でしたか。ぜひご自分のパターと打ち方を比較して、ずれている方はぜひ修正をしてみましょう。